大きな差を詰める。さあかなりの迫力ある動きであります。1番の神谷田辛抱できるか。残り半周であります。大きな並ば落としている。しかしわずかに神谷田が先頭だ。神谷田が先頭だ。目の前チェッカーブラック大きい追いすがるの1番神谷田。残り1周ブルーフラッグ先頭佐伯リードが少ない。2番台伊藤の棒が忍び寄ってくる。先頭争いは2番の佐伯の内を狙って伊藤の棒並ぶ。伊藤の棒が捉えた3コーナー先頭に上がっている。森は3番手のままであります。最終コーナー先頭伊藤の棒2番手2番の佐伯森追いすがるの3番手。2番手に篠崎が上がった。岩下もついていく。残り1周ブルーフラッグ佐藤正人が先頭です。2番手は篠崎実優勝宣言内へ。6番の岩下センターが来るのか。内側ちょっと空いていない。3コーナーに向かいます。先頭は佐藤正人2番手は5番の篠崎実その後ろ6番岩下先頭は佐藤正人を仕切った。3番手5番古木6番の松本康が迫っている。さあ3番手さらには2番手まであるのか。3コーナーでは5番の古木の内を狙っている。3コーナーから4コーナー古木も鈴木色数をまぐろうとしている。ちょっとぶれた。先頭中村雅人ゴール2番手鈴木色数。聖なる日の川口バンクに8本の足跡が刻まれます。12レース優勝戦を迎えました。ベストコンディションです。2度目の優勝へ人気にもなりました神和田匠ハンデゼロ。10戦からは2番佐伯匠、20戦からは3番佐藤正人、30メートルは4番篠崎実、40メートルは鈴木博一、伊藤信夫、大木光、中村雅人。以上8名による優勝戦です。今回祭ワンランクスケールアップした感があります。神和田匠スタートが勝敗の生命線です。5秒を切りました。3秒前12レース優勝戦スタートしました。最終半からの後押し鈴木の数が10メートル前の4番篠崎を叩きに行く。さあ前の方では神和田が振り切った。神和田が振り切った。やや滑りながらも早くもちぎる体勢か。4番の篠崎を叩いた5番の鈴木の数が今4番手に上がっています。篠崎をまくって攻めるのは6番伊藤の棒であります。レースはこれから2周回目。先頭は1番の神和田。さあ俊足飛ばして早くもリードは20メーターぐらい。2番手2番の佐伯内をついて5番の鈴木の数がまとめて佐藤と佐伯を捉えました。その後ろ伊藤信夫の姿は今5番手にあります。中村がまくってくる。中村がまくってくる。残りは4周回。1番の神谷田が逃げている。2番手5番鈴木の数伊藤信夫現在3番手。さらには中村が中段の4番手あたりまで上がってまいりました。
1番の神和田、十分すぎるリードがあります。2番手は5番の鈴木のがずり、6番の伊藤の棒、さあ切り返しの体勢から伊藤の棒が2番手に上がった。3秒28の伊藤の棒がフリーで神和田を追いかけられる展開になりました。1番の神和田が逃げる、1番の神和田が逃げる。しかし伊藤の棒の間隔は確実に縮まってきています。3番手に5番の鈴木の数を捉えた中村が上がっている。残り2周回、さあどうなるレーサー終盤戦。1番の神和田が瞬速飛ばして逃げている、目をつぶって逃げている。2番手伊藤の棒追いつくのか、追いつくのか、かなり微妙な距離感。3番手中村も僅差の攻防であります。さあ三つどもえ戦になった。伊藤の棒が来る、伊藤の棒が来る。残り1周でここで打ち砕いた。伊藤の棒が先頭に上がった。1番の神谷田2番手の位置、さらには中村が迫る。中村が入ってくる、入ってくる。最終コーナーの攻防戦であります。先頭は伊藤の棒、2番手中村、神谷田が競っている。先頭6番伊藤の棒、伊藤の棒が制しました。神谷田粘っていましたが、中村が最後は2番手に上がりました。681の入線順、12レース優勝戦、ご覧の入線順となっています。投票券確定があるまではどうぞ大切にお持ちください。レースに勝ったよ、自分もこれちょっと色変えらなきゃいけない。途中で投げ込んでいただきます。はい、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。いや、神谷田選手はこれ40を切らないと優勝できないという、はい、ちょっと相手がすごすぎました ね、 そうですね。でもね、本人は40切りたいなんて話をしてましたけど、うん、でも早かったですよね。早いですよね。伊藤選手も363で上がっています。伊藤信夫選手、やっぱり本人としては、うん、その思想タイムがこの冬場になりますといつもね、はい、かなり他の選手は圧倒的なタイムを出すんですが、ここまで昨日も思想タイムが 3.31、 自分よりタイムがいい選手がいたということで、はい、もうちょっとやっぱり出てもいいかなと、鈍いという話をしていたんですが、いい動きでしたね。そうですね、今日は28出てましたけどね、動きいいですね。はい、9月1日以来の優勝となりました。あ、止まりましたかね。そうなんですよね、これ右手で投げるとこのエンストっていうのが難しいんですよね。伊藤選手とは朝お話をさせていただきまして、また明日って言われました。明日からまた。そうですね、全県日なんで明日、ということはもう滞在したままってことになるんですよね。伊藤選手はこのスーパースターフェスタが終わりますと、今度は久しぶりに地元のね、浜松の走路でお正月開催を迎えるということ、休みなし、でもいい笑顔ですね、はい、もう来年には間違いなく伊藤信夫選手通算1000勝に到達するでしょうね。あ、早く見たいですね、結構今オートレース界1000勝に近い人が多いんですよね、多いですね、そうかもしれないですね、はい、ウィニングランの様子ご覧いただきました。それではお待たせいたしました、優勝した浜松の伊藤信夫選手です。皆様拍手でお迎えください。おめでとうございます。伊藤選手おめでとうございます。どうぞ。はい、どうぞ中央の方へお願いいたします。まずはじめに優勝を祝して伊藤選手に花束が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、伊藤選手今年2度目、そして今節完全優勝となりました。今のお気持ちお聞かせください。そうですね、年末になってすごく車の感じ良くなりました。今日の優勝戦ですが、どんなお気持ちで臨んだんでしょうか。次もあるんで、
まあ、次につながる動きがしたらいいなと思って整備してきました。思想は一番時計出ていましたが、手応えはありましたか？はい、3日間で一番良かったですね。残り1周を残して独走状態の神和田選手を捉えましたが、その時のお気持ちいかがでしたか？結構距離あったんですけど、まあ、とりあえず上げていけばなんとかなるかなと思ったら詰まってきましたね。ゴールした瞬間のお気持ちはいかがでしたでしょうか？まあ、とりあえず明日からすぐ始まるんでいい感じでつなげれるなと思いました。はい、嬉しかったですね。さあ、では次節から行われますスーパースターフェスタですが、意気込みをお願いいたします。これでいい感じで来てるんで、そのままいい感じでいきたいと思います。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。スーパースターフェスタの時、いつも例年お客さんいっぱい入ってくれるんですけど、大勢の前で走るとすごくテンション上がるんで、ぜひレース場の方に足を運んでください。優勝した伊藤信夫選手でした。本当におめでとうございます。声援飛んでますね。